そんなことはいいから。どこ行く、めぐるくん。とりあえず休み時間だから一人くらいしか聞けないと思うけど。そうだな。とりあえず2年生に聞いてみよう。まあ同学年だし聞きやすいもんね。じゃ早速聞き込み開始。誰にしようかな。時間もないんだし適当にしたら。何よ、部長の私のやり方に文句言うの。そんなことないけどさ。いい？聞き込みっていうのは初めが肝心なのよ。誰に聞くか慎重に慎重を重ねて。それにちょうど今決めたところだったんだから行くわよ。はい。ちょっと君たち。君たち、あの事件のこと調べてるんだろう。なんか新しい情報でもあった？教えてくれよ。まあいいだろう、教えてくれよ。何でもいいからさ。雄一郎でしょあいつ。え、あ、多分。まあいつだったらあんなことになったってしょうがないね。誰かに狙われて死んじゃうのもあいつらしいかもね。そう思わないか。どうしてそこまで言えるんですか。どうしてって、あいつがバカなことしたんだ。ほどほどにしとけよって忠告したのにさ。いくらなんでもそこまで言うことはないじゃないですか。めぐるくん。おいおい、まさかあいつの肩でも持つのか。どんな事情であれ被害者は亡くなったんです。誰も死ぬことを望んでないでしょ。チッ、なんだよ、つまんないやつだね。ごめん、なんかどうしても許せなくって。よく言ったわ。さすが私の選んだ女子ね。私もそんな感じだったのよ。きっとめぐるくんが言わなかったらバシッと私が言ってただろうし。はあ、でもあの先輩のおかげで時間なくなっちゃったわね。あ、もうこんな時間、授業始まっちゃうよ。しょうがないわ、あとは昼休みに続けましょう。授業が終わったらまたここに集合ね。了解。ここら辺で待ってればいいよな。
まさか。いやー、食べた食べた。あ、めぐるくんもう来てたんだ。もう来てたんだって、お昼食べてきたの？当たり前じゃない、終わったと同時に行かないと幻のプリンクリームパンはすぐなくなっちゃうのよ。でも授業の後集合って言ったじゃない。私にとってはお昼ご飯も授業の一部なのよ。それじゃ時間もないことだし早速始めよう。どうしようか。ここは3年生に聞いてみようか。先輩に？うん、バスケ部のこととかわかるかもしれないじゃない。わかったわ、ここはワトソン君の勘を信じてあげましょう。立花さんと違って勘とかじゃないんだけど。なんだって？なんでもないよ。さあ、早いところ行こう。なんだ？とにかく、行ってみましょう。やばい、かわいすぎる。小さい。あ、子猫よ子猫。まゆみ先生の猫がこんなところに。とにかくめぐるくんラッキーよ、逃がしちゃダメ。でもこの猫でいいの？ちゃんと確認しないと。子猫なのよ、何でもいいから捕まえるの。偶然とはいえ、ほんとついてたね。こんな早く猫が見つかるなんて。じゃあ早速まゆみ先生のとこに連れて行ってあげましょう。きっと心配してるわ。先生失礼します。猫見つかりましたよ。え、本当？うわ、本当、かわいい子猫。で、二人ともどこが三毛猫なの？黒のラインとグレーにお腹の白で三毛猫ということで。この子は後で私が逃がしてあげるから。
あの、なんだか期待させちゃったみたいで、すみません。僕たち早とちりしちゃって。あ、うん、違うのよ。桃井くんたちは一生懸命やってくれてるわ。そうじゃなくてね、ちょっと別の考え事が。あの、どうかしたんですか？私たちでよかったら力になりますけど。ここだけの話、最近化学室からいくつか備品がなくなってるのよ。それでさっきもケースの備品を点検してたってわけ。備品が？それって盗難事件ってことですか？多分ね。盗まれた中には結構危険物とかも入ってて、まあこっちは一応ケースに鍵もかけてたし、管理責任を問われたりってことはなかったんだけど、それでも校長先生や警察にかなり厳しいお気を据えられちゃったわ。警察沙汰にもなってるんですか？大変じゃないですか。あ、そうだ、なんなら私たちその紛失した備品ってのも探すのをお手伝いしましょうか？いいわよね、めぐるくん。うん、そうだね。猫探しのついでにでも。それで盗まれた備品って何なんです？あのね、具体的に何の備品がなくなったとか公言しないよう警察に釘を刺されているの。変に学校で騒ぎとかになっちゃったら困るでしょ。こっちは警察に任せて、あなたたちには引き続き子猫探しの方をお願いするわ。そういうことなら分かりました。それじゃあ僕たちはこれで失礼します。でも何かあったらいつでも力になりますんで。ありがとう。それじゃあ猫のことよろしくね。今度こそミケの子猫だからね。そろそろ休みも終わっちゃいそうだよ。そうね、あとは放課後にしましょう。今度はちゃんと終わったらすぐ来てよね。分かってるって。それじゃあ戻ろう。今度こそすぐ来てくれるよな。疲れた。ちょっと、今まで何やってたの？何って掃除よ掃除。授業が終わったら掃除するのが当然でしょ。たまにするのもいいわね。って、いつもサボってるじゃないか。なんでこういう時に。わざとやってるでしょ。そんなことないわよ。私だって早く聞き込みしたいって思ってるんだから。そんなことより次はどこに行くの？なんだかうまくはぐらかされてるような。5、4、3。
わかったわかったってば。図書室に行ってみたら？え？なんでそんなところ行くの？だって名簿とか見られるかもしれないし、人もいると思うし、何らかの情報は得られると思ってさ。あ、そういう手もあったわね。じゃあ行きましょう。なかなか様になってきたじゃない。そりゃ何回も来てるし。声あげてるのよ。ため息つくくらいならまず行動。わかった？はーい。これは誰かに聞いた方が早そうだね。でもこの雰囲気の中で聞ける？確かに。まあこれ以上調べててもしょうがない感じだし、とりあえずもう出ましょう。そうだね。日も落ちてきたし、今日はそろそろおしまいね。うん、そうだね。それなりに情報も集まったことだし、そろそろ寮に帰ろうよ。それに一旦情報もまとめなくちゃいけないしさ。今までの情報を総合するに、被害者は雄一郎さんってことでほぼ確定ね。それもやっぱり殺人事件の線が濃厚だわ。でもだとしたら、思った以上に犯人を見つけるのは苦労するかもね。雄一郎先輩を恨んでる人があまりにも多すぎる。みんながみんな多かれ少なかれ動機を持っている。犯人を絞り込むのが大変ってことか。とりあえずさ、今日はもう休もう。私もさすがに疲れたみたい。